はいどうもです。私はですね、今フィジーのナンディ国際空港に来ております。まあ、それで、ね、数時間前にこちらの空港に、まあ、成田空港からフィジーエアウェイズね乗るために来たわけでございますけど、今回フィジーにはね、まあ、1週間ぐらい滞在する予定でございます。まあ、それでねちょっとね今回フィジーね連発でこうサイパンとかね最近よくいろいろ来てるね、全然事前免許しないままね体だけ来ちゃったって感じなんですよね。いや申し訳ないです、フィジー人は。でもフィジーってねやっぱりこう皆さんねこうリゾート地とか多分そういったイメージを持ってると思うんですけど、僕も同じなんですよ。まあ、それで今回ねシェラトンホテルね予約したんですけども、フィジーには結構シェラトンホテル3つぐらいありまして、それで私今回なんか離島のねシェラトンホテルに予約しました。まあ、それでね、まあ、予約だけして全然勉強してなくてねまあこちら来る直前にその島にどうやって行くんだろうみたいなね、あの感じで、できれば私こうシェラトンホテルの方にこうお願いすればね、空港からこうホテルまで送ってくれたりするのかなみたいな、フェリーでね、モルディブがそうだったんで。でもねよく調べてみたら違うみたいで、こっからね港町がまたあって、そこからこうなんかフェリーに乗って向かうみたいなね感じでございまして、フェリーがねなんとね1日2本しかないらしいんですよね。まあ、それで9時と15時なんか3時、それでね私の飛行機ね9時到着だったんでね、その一発目のねフェリーに乗れずみたいなね感じで、ちょっとまあここで時間潰して滞在してて、まあ今からねぼちぼちフェリー乗り場に向かおうかなみたいなね感じで思っております。まあ、それで空港にはねもう現金両替のするところもありますし、まあ、ボーダフォン、私はね今回グローバルミーっていうねSIM モバイルルーター使ってるんで、まあ契約はしてないんですけども、まあねボーダフォンありますので、そこでねまあ SIM 契約したりとか、まあ見た感じだとね全然なんか常識があると言いますか、そういったねすごいのどかな空港となっておりまして、ね、全然客引きとかもいないですしね。ちなみにこのフィジーに関しては 75% はインド系の人がね住んでるということで、確かに、ね、周り見てたらねまあこうインド系の人でもなんか雰囲気が全然違うみたいなね人たちがいたりしてね、おおちょっとこれ不思議なところだなみたいな、ね、感じ思うんですけど、というわけでまあとりあえずはもうタクシーでねこちら港の方に向かいたいと思います。大体30分くらいでね2000円くらいで行けるみたいです。それでこっちは残念ながら私の最近ね得意技の Uber とか Grab とかね配車アプリは使えないんで、あったら便利なんですけどもね、まあ、フィジーはないので、まあ、一人一人こう交渉して、まあ、現金で、ね、お金払ってって感じになると思います。というわけで今から向かいたいと思います。Because Fiji is a small island. Yeah. We got a beautiful orchid garden. 今港に向かってるんですけど、すごいおしゃべりなおじさんです。それでマックスバリューあるんですね。すごいな。イオングループ進出してんの本物？本物っぽいけどな。偽物かな？わからん。とりあえずありますよマックスバリューが。フェリーターミナルに到着いたしました。今はね1時42分なんですけど、1時間半後3時出発となりますので、まあちょっと早いんですけど、まあまあまあ知らない土地なんでね、まあこれぐらいでもいいかなと。あとタクシーもねあんまエアコンとかつけてないみたいでめちゃめちゃ暑かったです。はい、それでタクシーのうんちゃんにね最後チップくれみたいな感じで言われたんですけど、まあ、ね、私の場合でなんかもういいやと思ってね250円ぐらい上げちゃったんですけど、5フィジードルです。フィジードルは1ドル50円ぐらいです。分かりやすいですね、かける50すればいいんで。はい、というわけでねまあそんな感じでとりあえずじゃあもうここで今からチケットをね買いたいと思います。なんかチケットの値段っていうのはあんまりそもそもフィジーって情報ないんですよね。まあねないことはないんですけども、あんまりやっぱり来てる人がいない、特に個人旅行してる人がいないっていうのもあってね、それでなんかここのねフェリーも結構高いらしくて1万円ぐらいするとかなんとか、ほんとするのかな、高いな、まあいいや、とりあえずね、まあ、そこに今日から宿は取ってしまったんで、もう行かないといけないんでね、まあ、いくらと言われてもね、払わないといけないんですけど、とりあえずね、そちらの方にチケットを今からね、買いに行きたいと思います。チケット買うことができました。噂通りね、お2人で往復3万円でございました。いや、高いね、1人1万5千円。いや、もうね、モルディブもね、確かに空港からシェラトンホテルまでボートで200ドルとか往復でかかったで、まあ別にね、それ自体は問題ないんですけど、こうやってなんか別にホテル側が用意してる船ではないので、なんかそれですごい高いなみたいな、まあでも仕方ないな、まあみんなね、お金使いに来てるから、まあね、ないもんはね、使うしかないってことだよね。あとヘリコプターで行くっていう手段もあるらしいです、空港から。それは片道3万ぐらいするんで、さらに高いです。なるほど。というわけでこんな感じでチケットね買わさせていただきました。あとねカードチャージがね 3% かかるということで、そう
ここら辺の、ね、エリアは、ね、普通にカードチャージを取るんですよね、うん、どこもなんかコンビニも空港の 2.5% 書いてたりね、うん、別に取っても問題ないみたいな、なんかマリオットホテルもなんならね取ってたって感じだったんでちょっとびっくりですね。というわけであのこちら、まあ、カードチャージ払ってでも私はね支払いました。ではねここでちょっと待って、はい、フェリーに乗りたいと思います。ちょっとフィジーの物価、今ねあのハードロックカフェがたまたま近くなったので来ている感じなんですけども、うん、それでフィジーにあるあのフィジーウォーターって皆さん多分、ね、コンビニとか売ってるの知ってると思うんですけども、そちらがね現地でも売ってて、しかも結構いい値段するんですよね。フィジーの地元 の、ね、あのペットボトルの 500ml の水が 4.5 ということでだいたい280円とか、フィジーにいるのにこんなに高いのかってね突っ込みたくなるんですけども、うん、まあそれは置いといて、まあね、現地の人はまた別の水飲んでるでしょうね。はい、というわけでアイスモカを頼んだんですけど、だいたいこれは450円ぐらいですね。ちょっとねフィジーの勉強ということで、私自身もね実はフィジーを今旅行しながら勉強してるという状況なんですけど、今はね、まあ、あの朝に空港から来てナディというところがまあ首都になりまして、ここは中心地ということでございます。それで今はポートね、デナラウか、ポートデナラウっていうところにおりまして、今回の私が泊まる、ところなんですが、トコリキはどこにあるんだ、トコリキ、あ、ここだ、はい、ここにある一番奥のところか、1時間ぐらいかかるんですよね。それで1日2便ということで、私はこのルート5っていうやつに乗って3時出発して、トコリキには4時到着というね、あのこちらで、はい、遠いというわけで、まあでも遠いからこそなんかもっとねなんかリゾート感が出るのかなっていうような期待をしていたいんですけども、まあ、こういったところにまあホテルがたくさん点在してるって感じですね。まもなく船出発なんですけど、ちょっと直前になってねスーパーあったんでちょっとここで買っとこうと、モルディブでもね全然学習したんですけども、ホテル行ったら全然スーパーとか、ね、中にはありますけど高いんですよね。だからこういったところで地元のところで、ね、買おうと思って来たんですけども、あれですよ、水はもう本当にあのフィジーの水しか売ってないです。もうこれ以外売ってないです。独占ですね。これ国策なくなのかな。で意外とねスーパーに関してはでもお手頃な値段で 2.85 とかなんで、このボトルで150円とか1リットルですね、それぐらい値段になります。船になります。あんな感じのねなんか高速船ですよね。船の中ありましたね。結構いいですね。やっぱり安くないホテル、あの7500円の価値はあるか分かんないんですけど、まあそれなりにでもいいところで、あのペンギンよりも全然良かったですね。あの真っ赤な日からサハリンまで行った、いやこれならあんま揺れないとは思うんですけど、船酔いしないですかね、大丈夫ですかね。まあしないように祈ってます。1時間なんで結構長いよな。でも真っ赤ないサハリンは4時間ぐらいだったんでね、あれ比べると楽ですね。まもなくしたらね、トコリキ島に着くらしいんですが、それが多分ね、シェラトンだと思います。まだね、その止まってるんですけど、ここではないらしいです。あ、シェラトン。あ、いやいや。ここは駅だったみたいですね。それでね、面白いのが、船で港に行くんじゃなくて、またさらに小型のボードで直接乗り換えて、シェラトンホテル向かいます。シェラトン到着しました。というわけで今チェックイン中です。こんなウェルカムドリンクを、お、甘い紅茶ですね。アウトサイドフィジアンバフェ、部屋に案内していただいて、今からまあ改めて私の方であのちょっとルームツアーということでさせていただきます。今回はね、まあ、105という部屋になりまして、まあ、こちらはねもうビラ形式って言いますか、まあ、そういった風になっておりまして、
まあこう独立してるんでもう1しかないって感じですね、うん、それでここなんですけど私は一番安いね、まあ、部屋予約したんですけども多分3つぐらいアップグレードしてくれまして、もともとはね2万5000円ぐらいで1泊予約したんですけど、だいたい5万円ぐらいのね、まあ、部屋になったと思います。確か私のチェックイン時もねなんか見たらこうアップグレードされてるの分かって、あこの部屋いくらぐらいだろうみたいな感じで見たらだいたい倍のぐらいの値段だったんでね、おおって感じでね、はい、今回はこういったね、まあ、部屋になります。どうですか、なんかやっぱりね思い出すのがモルディブですね。モルディブではシラトンね泊まらせていただいて、まあ、そこでもねかなり良かった滞在をしたんですけども、まあ、こういう風に花も置いてくれて、はい、ブラ、チタニウムエリートということでね、こちら私がもう今ステータスチタニウムエリートっていうね、まあ、マリオとボンボンに変わりましてステータスがこうプラチナからチタニウムに変わったんで、こういった風なねおもてなしをしてくれております。若干これ真ん中じゃないのが気になりますけどね、まあいいやはい、それで部屋はこういった風な部屋となっておりまして、どうですか、いやーでもすごくないですか、このね、ね今まで船とか渡ってきて砂浜からここまで快適なクーラーとか電気とかどうしてんだってね、モルディブもそうでしたけども、はい、そういったことをねちょっと考えさせられますね。クーラーもめちゃめちゃ効いててダイキンのやつですね、とても快適でございます。まあ、それでテレビに関してはフィリップスのやつでございまして、こちらね、まあ、アクアおこれモルディブ のフィジーの水のパクリじゃねえかそんなやつでございます。まあこれもでもちゃんとしたブランドでしょ、ね、シャバトンが使っているってことはフィジーの水は高いのかな、やっぱりね、もうブランドが出来上がっちゃってますから、全世界で売ってますからね、本当にあれはね。まあ、こういった似たような、ね、水もあって、これ1本に1日2本までならなんか無料とかなんかそんなこと言ってましたね。まあ、それでここら辺とか冷蔵庫でもなんかただとか言ってたんですけど、こちらのドリンクが無料というふうに1個だけ入ってます。ニュージーランドのピュアミルクということ、あコーヒーで使えってことですねこれはね、うん、だから1本しかないんだ。はい、あとはまあこういったグラス入ってないですけどコーヒーのやつが入ってたりとか、ここも入ってる、じゃあこれはまあ、グラスとかが入ってるって感じですかね。それでコーヒーのこんなとこ一番そこにある、あこういったタイプのものがあるんですね。はい、それで今回ね案内していただいた方が特にいいよっていうふうに言ってたのが、ここの、まあ、眺めとね、おっと開かない、こういうふうに引くんだ。はい、こちらのねすっごい暑いプライベートプール、ちょっとちっちゃいかな、でもプライベートプールまあいいですけどね、そっかそっか、海にそのままこう入ってそのままここでちょっと使って綺麗になってからってことですかね。こういった専用の、ね、プライベートのプールもありまして、これもモルディブにあったんですか、モルディブはもっとでかかったですね、うん、まあモルディブの方が高かったんですけどね、はい、そういったものがありまして、横はまた別の部屋になってるって感じですかね、うん、そうだな、でもプライベートな空間かなり保たれててね、こんなカゴもありますけども、ちょっと濡れてるな、でも大丈夫かな、あでもあちょっと濡れてるな、さっきまで誰か使ってたんでしょうかねまあ乾いたら多分使えるとは思うんですけども、はい、こういったものがあったりしますと、はい、いやーいいっすねこれはこれはなかなかこの部屋入った瞬間もう汗がもうヒューって気持ちいいですね。こんな快適なところをほんと作るなんて、まあ、人間ってやることがすごいんだなっていうのをね、電気ってすごいんだなっていうのは改めて思いますね。それではちょっとねトイレの方にもお風呂とねそういったところもちょっと見ていきたいと思います。まあ、モルディブに関してはコンセントはこのようなね形となって、まあ、かなり特殊なやつなんで気をつけてください来るときは。私はなんかいろいろこの変換できるやつがあるんで多分対応してると。それでシラトンのこんなアメニティもありまして、よくシラトンであれ提供されているレ・ガーデン・バインってやつですね。ちょっとシンプルなやつで、お日本語も書いてある。もうこちらどこのシラトンでも確かこのブランドだったと思います。はい、それでトイレはここにあってウォシュレットとかはついてないということで、お風呂は残念ながらバスタブというのはないんですけどもね、はい、こういったシャワーがあって、ちょっとここら辺がねなんか日本庭園っぽくなってますけども、はい、こういったものがあって、ここにシャンプーとかね、おこれのシャンプー初めて見たな、こういったものがありますということでございます。まあ、それでここのホテルなんですけども、確かもともと別のねホテルだったんですよね。それがまあシェラトンがね買い取ったということで、多
多分もしかしたら、ね、新婚旅行とかでこのホテル別の名前で来たことがある方がもう いらっしゃるかもしれないです。それでね、最近といいますか、このシェラトンってね、先ほども言ったと思うんですけども、あの3つねフィジーにあるんですよね。だから多分それはもともとね、あのシェラトンじゃなくて他のホテルを買収してって感じでね、どんどんね、まあ、シェラトン、あとね、ウェスティンとかもマリオットとかもあるんですよ。だからマリオットボンボイグループがね、めちゃめちゃね、ここフィジーでね、あの検索したら出てくるんですよね、ホテルがね。そういったところになりまして、もうね、やっぱり大手グループがこう、ね、買い取って、それでまあそのブランドで展開するという風な感じでしょうかね。というわけで、ここに今回はね、あの3泊あの滞在させていただくことになりますので、まあ、ゆっくりさせていただきたいと思います。ただね、残念だったのはね、あのラウンジがねないということで、うん、モルディブの時はラウンジでかなりお世話になったんですよね、まあ、晩御飯とかあのね、あのまあそういったところで軽く食べれるんで、まあ別にね、あのレストランとか利用しなくても OK だったんですけど、ここの場合だとラウンジがないんで、まあいくつかはね、あのカップラーメンとか持ってきたんですけども、それだけじゃやっぱ過ごせないんで、そうなると必然的にもうレストランね、あの利用しないといけないって感じですかね。1泊に 2.5 万円なんでね、まあそこまであのフィジーのホテルは、他のホテルもそんな感じだったんで、あの高くはないかなっていうふうには思うんですけども、まあでも、モルディブの方が正直、ね、もう1泊5万とかしましたか、まあね、モルディブの方が2、だから2倍いいはずなんですけども、当然ね、やっぱりモルディブの方がね、あのすごい豪華だったなっていうような感じは、印象は受けますけども、まあ実際滞在してみないと分かんないんで、まあとりあえず、あのもう成田空港から昨日の夜から来て、今、夕方の、まああのね、5時とか、それぐらい、あ、夕方4時とかなりますので、もうちょっと今日はゆっくりさせていただきたいなっていうふうに思っております。今日はね、ちょっと部屋でずっとダラダラしてました。もうね、チェックインしたらね、ずっと夜で、あ、昨日からずっと動いてたんで、ああ、みたいな感じで、ね、寝たりしたりしたら、もう夜になっちゃいまして、まあ明日からね、まあいろいろちょっとね、外も見ていこうかなっていうふうに思っております。それでね、フィジーなんですけどもね、水が、飲めるということで、やっぱりフィジーの水って有名ですよね。それで意外と水もね、普通に買ったらやっぱりリゾート地なんで高いので、はい、こんな感じでちょっと飲んでみましょうか。あ、ちょっと軟水なような感じが、して、あの本当にあのフィジーの売ってる水と同じ感じですね、うん、ただ別に飲めても水道管とかがまあ新しくなかったりとか、なんかそんな話も聞いたりしてるんで、まあちょっとお腹壊すかもしれないんでね、私も最近日本ではまあ水道水たまには飲んでますけど、あんまり飲む習慣っていうのはなくなってきましたからね、うん、だからまあね、気をつけてくださいまあカップヌードルぐらいだったら作れるかなっていうふうに思うんですけど、まあ、というわけで今日はね、もうシャワー浴びてゆっくり寝たいと思います。もう0時になって、まあ、日本の方が3時間遅いんで、こっちは12時なんですけども、日本はまだ9時という、ね、時間帯なんですけども、まあこっちに合わせて早く寝ようかなっていうふうに思っております。というわけで、まあこんなところにベッド本当運んですごいなっていうふうには思うんですけども、歯ブラシがね、ここのシェラトンホテルなかったんで、ちょっとね、だからフィジーはそういう傾向にあるかもしれないです。歯ブラシがね、あんまりないとか、だから持参した方がいいと思います。というわけで、あの今日はもう寝させていただきます。こんなガンもシェラトンのガンもありまして、はい、というわけで、はい、ではさす、ではいきます。おはようございます。フィジー2日目でございます。やばくないですかこれねいやこれね、海の音がソファーぐらいだったら聞こえるんですよね、あの近くだと、窓側の部屋の中でも。いや素晴らしい。ちょっとこうよく寝たんですけども、喉が痛いかなみたいな、クーラーつけて寝たら失敗だったかな、うん、まあ、とりあえずはね、あの今から朝食を食べに行きます。今9時半なんですけども、まだやってるかなまあやってるとは思います。というわけで、こんな最高なね、海の音を聞きながらこうね、朝を迎える、最高ですね、はい、というわけで行ってきます。
こんな感じでね、ピックアップさせていただきました。これが一番うまそうですね。タコスみたいな感じで野菜をとかトマトと肉を包んでみたいな、フィジーの伝統的なやつですね。それでコーヒーとジュースということで、あとはオムレツみたいな、こういったのをちょっと選ばさせていただきました。結構ねアイスコーヒー頼もうとしたら有料とかねしたんで、そこまでこう物がやっぱりね場所が悪いんで、あんまりこうねかけられているのかなっていうのがそんなので分かったりもしたような気がしますね。うん、ソースがなんかカレーっぽいな、そういううまい。やっぱりこうインド系の人が多いからかカレーとかもあったりしましたね。パイナップル、本物かな、なんか焼きそばみたいなやつ、東南アジアであるパッタイ、まあいつものねソーセージとかそういったハッシュポテトとか、正直他のシェラトンとかに比べると数は多くないですけど、まあでもね、場所考えると先ほど言ってフィジーというねところで、さらに離島にあるトコリキ島というところなんで、まあこれだけ本当に無料いただけるのもありがたいと思います。どういうわけでいただきもうね存分にいただきたいと思います。あとちょっと忘れてたんですけど、こんなローカルオムレツ、こういったのもちょっと作ってもらったので、まあでもまあまあ普通ちょっとねほぼ普通のオムレツだと思いますけど、見た目はなんかちょっとボサボサ感してて、なんか不思議な感じがしますけど、中身は普通のオムレツですね。うまい。お客さんはやっぱオーストラリアの人がなんか多そうな気がしますね。一部なんか中国人みたいな。プールもまあそんなに大きくはないですけどもありまして、ここの目の前にもうね海があったりとか、もう暑すぎてここまで暑いと入る気しないぐらいのね天気の良さですね。はい、結構人は泊まってるみたいですね、思った以上に。ちょっとびっくりです。今食事食べ終えて部屋に戻ってきたんですけどね、掃除の人が来てくれて、掃除もできればお願いしたいなと思ってて、結構ねシーツとかもやっぱり変えてくれるとね、まあ、ホテルね嬉しいですよね。だからねいつまでも困るんですよね、部屋滞在したいけど掃除もお願いしたいみたいなね感じなんですけど、ここはこういう風に外にあるんで今掃除してもらってるんですけど、まあ、外でこう休みつつね掃除してもらってるんで、いや楽っすねこれはね、はい、なかなかいいっすねこれは。チョコレートも運んでくれましてね、いやいい感じですね。もう外は相変わらずこんな感じで、この感じでめちゃめちゃ島が見えていい感じですね。そろそろちょっと海にもね、もう日も暮れてきたので、昼はね暑すぎて、ね、とてもじゃないけど外に出れないなと思ったんで、ちょっと日が落ちた3時ぐらいからね出かけようかなっていうふうに思って今から行こうと思っております。結構うまいです。うんうんうん、もう甘い。ビーチの方に行ってみようかと思います。まあ、ここにはプールあるんですけども、まあ、全然大きくないんでね。はい、それで横には普通にあれですね。うん。また別の部屋があるみたいな感じで、ここにもね、実はカードで、ね、ないと中に入れなかったり、セキュリティはあるんで、まあ大丈夫でしょう。はい。こんな感じで、こうやって裏道からどんどん行くと、これも横の部屋ですけど、まあ、多分誰もいないですね。からオフ、こんな感じでハンモックもありまして、はい、こんな感じで海がね、いやーすげえ、お島みたいなのもあって、はい、人はちょっといますけどね今。でもここら辺のもうビーチは使い放題です。おぉ。これはモルディブと一緒でいいですね。本当にこんなとこって日本ではないので、ね、あったらもうね、こんなビーチがみんなこう使ってますよね。泳いでたヘリコプター来たんですけども、
あれがあれですね、空港から片道3万円1人ぐらいで行けるやつで、いや今ちょうどね船来たんですけども、すら勝ち組だな、ええな。というわけでね、ぜひともねフィジー来たらね、あれね乗った方がいいですよね。でもせっかくなんでね、いい経験にもなると思います。ヘリコプターでねホテル行くっていうのはそんなにまあ1人3万円高くはないと思います。事前にちゃんと考えとけばね。私は空港で知ったんで高いと思ったんですけども、いやーかっこいいな。はい、というわけで今泳いでおりますけども、いやー本当にいいですね。まあ海入ってたんですけど、結局はねプールに来て、やっぱり海だとね、あそんなに浅深くなくて、うん、浅いんでね、ひたすらここの海に関しては。それで海は誰もいなかったんですけども、プールは結構人がいて、人口密度は高いですね。結構ね、結局みんなはプールの方で泳いでますね、うん、そんな感じです。でもなんかちょっとインフィニティプールっぽくなってて、そういったところはなんかさすがね、あのシェラトンいいなっていうふうに思います。雰囲気はもういいです。シェラトンホテル、こちら2日目の夜でございます。今日はね本当にいろいろ海行ったりとかしたんですけれども、まあ本当にねあっという間だなんてみたい、一日夜になるの早いなみたいなことを正直思ったりします。それでね、こっちのホテルなんですけども、これこれこれ、まあ今回フィジーのね、この皆さん知ってるお水ですけれども、いや買ってね、スーパーで直前でよかったですよ。いやー水ね、このちっちゃいやつね、1本しかくれないですし、1人ね、もうこれも空ですしね。それでね、まあもちろん売ってはいるんですけどもね、絶対高いですし、まあこれが本当に直前で買って正解だったみたいな、なければね、もうめんどくさいことになってたなっていうふうに思います。うん、だからね、こういった水っていうのはなんか離島のフィジーホテルいっぱいありますので、そういった時はもうね持ってきた方がいいのかなっていうふうに思います。というわけでまあ今日も寝てねまあね、フィジーあと3泊なんで珍しく、だいたいホテルデビューするときはね、1泊の時は多いんですけど、まあちょこちょこ何かあれば、撮っていこうと思ってます。今日はとりあえずはもう別途、飛び込みっていうのはもう取らずに、はい、普通に寝ようかと思っております。今星見てるんですけど、全く見えないと思うんですけどね、めちゃ綺麗。これは自己ベストかもしれないですね。さすがフィジーの離島だなっていうふうに思います。今日3日目でございます。まあ、昨日食べた朝食と同じような感じでしたね、やっぱり。というわけでいただきます。なんかバナナっぽい味ですね。今日は若干曇りで、でも昨日はね晴れすぎててもう歩けないぐらいだったんで、朝とかね。そう考えるとまあこれぐらいはちょうどいいのかなみたいな。せっかくなんで今日は、まあ、散歩とか したいなと思いますね。はい、もう明日チェックアウトは早いっすな。それでまあせっかくなんでね、ここのホテルの敷地内あるんで、ちょっといろいろと言いますか、まあ、使って行ってないところもたくさんありまして、まあ、チャペルとかもねなんかあって、結婚式もできるそうで、今回はちょっとジムの方にね、まあ今日は泳がずに行こうかなっていうふうに思ってます。いやーいいっすね、こんなところね。暑い、それにしても今日も朝曇ってましたけど、また日が出てきて、うわ暑い。はい、ちっちゃいですけども、今17時25分、天気雨ですけども晴れてます。12時6度ということなんですけども、こんな感じでね、ドリンクが1杯無料で飲めるチケットなのかな、よくわかんないですけど、朝ねノックされて渡されたんですよね。もしかしたらこう上級会員とかになんか集まりミーティングみたいなのがあるんですかね、わかんないですけど、とりあえずちょっとここに行ってみようかと思います。ここね、聞いてみたんですけども、なんかすごいめっちゃ綺麗な部屋なんですよね。普通のホテルよりも。それで何かって聞いたらね、ここはなんかビラを売ってるっていうことらしくて、うん。だからここね、買えってことなんですかね、勧誘ってことですかね。まあでも結構別にそんな関係なく、リラックスしてる人もいますし、なんかスタッフの人となんか具体的になんか話をしてる人もいますし、いくらぐらいするんですか、めっちゃ綺麗ですね。うん、こんな感じで、はい。
いや、こんなところに住めたらね、もちろんいいですけど、眺めもめちゃめちゃいいんでね、こんな感じですけども、なんかすごい不思議な光景です。だからなんか食事とか提供して売ってくれてるという感じですかね。まあ私はまあいくらかちょっと気になりますけども、まあさすがにはでもすごいな、ここのかね、住めたら素敵だと思うんですけど、高そうだな。ペプシをここで初めて飲みました。炭酸のね、有料なんで。買ったらいくらぐらいするんだね。もう多分結構いい値段すると思いますよ。こんな感じで春巻き、全然なんか東南アジアとか食べる量と一緒だ。こんなやつ、うん、羽が入ってる。それだけで別になんか招待されましたけど、全然勧誘とかはないんで、うん、なんか他も人も普通に食ったり飲んだりビールとかね、してるんで、まあ招待されたらもしね、ここね、来たらいいんじゃないかなっていうふうに思いますね、うん。部屋見てるんですけどね、妻にちょっと言われて分かったんですけど、こうタイムシェアみたいな感じで使うんですかね、買うというよりかはこうなんか年間ね1週間住めますよみたいな権利をもらえて、ここで明らかに僕らが泊まっている部屋よりも新しくて、うん、めっちゃなんか住みたいような部屋になってますけども、はい、こういったのもあるそうですよ、はい。あそこでアクティビティがありつつ、まあね、希望者は参加してみたいな、まあコミュ障な私は当然外で見てるだけなんですけど、いやまあまあそれでもね、こんな音楽聴けてなんかフィジーに来たなっていうような感じがしますね。特にあんななんかね、デザインの顔を見るとなんかこうフィジーに来たなみたいな。それでまあ 目玉のね、まあ、今回、まあ、食事ということで、まあ、これがメインと思ってたんで、まさかあんなのあると思ってなかったんで、なんか肉食べ放題みたいなイメージがあったんですけども、肉以外にもフィジーのなんか料理がたくさんあって、まあそれ、まあ私は野菜と肉だけ、もうこれだけでいいかなみたいな。あとでっかいポテトもあってね、これうまそうだなみたいな。それで、ソフトドリンクならこんな感じでコーラとかも無料なんですけど、炭酸水とかね、フィジーの水のね、最初注文、いるみたいな感じで、うんって言ったらね、こちらの部屋番号聞かれて多分チャージされてると思います。いや、いらないけど、まあいいや。ね。ペプシの飲み放題いらないですよね、炭酸水有料なのね。というわけで、まあそんなこと気にせず、まあね、ケチしてても仕方ないんで、いただきたいと思います。はい、というわけで肉よ肉、はい、これ肉です、見えないと思うんですけど、はい、うん、うん、うまい。あ、この肉はうまいわ。朝食にもこの肉用意してくれないんですけど、やっぱ朝食だと厳しいみたいですね。夕食ぐらいのお金払うと、ちなみに1人多分7000円かそれぐらいかかります。結構高い。というこんな感じで、まあ夜のイベントにも、まあ、参加してるよっていうお話でございます。今回はラッキーだったんですけども、なんか席によって相席になる場合があるっていう風な感じでね、相席かよみたいなね。そうそうそう。まあね、相席でもいいですけど、ちょっと気まずいですよね。はい、というわけでそんな話でございました。おはようございます。今日ね、4日目になるか、3泊4日だか、そうか、今日チェックアウトの日でございます。まあそれでね、もうあっという間ですね、滞在してみて。というわけで今日も朝から朝食食べに行ってるんですけど、今9時半ぐらいで、だんだん朝食もね、9時とか最初は食べてたんですけども、遅くなってますね、自分の行動が。あ、でも相変わらず気持ちいいですね。朝食3日目で、3回目でございます。朝食は多少は変わりども、まあ基本は一緒ですね。大体なんかね、それで美味しいものとか分かってきて、鳥が鳴いてますけど、まあ野菜が結構こっちはなんか美味しいと言いますか、なんかみずみずしいのがあって、うん、まあ、今日も今10時なんですけど、間もなく船が来ると思うんですよね。新しいお客さん乗せて、それまた去っていく。本来であれば、ね、その船に乗ってチェックアウトしないといけないんですけど、まあプラチナチタニウム会員なんで、4時までレイトチェックアウトできるんで、4時でもまあ OK みたいな。あと別料金払えば普通の人でもレイトチェックアウトは可能だと思います。なんかそんな風に書いてました。はい。
今もうね、3時前でございまして、の船が出る時間というかレートチェックアウトの時間になりますので、今のチェックアウト急いでして、意外と知らないうちにね、ゆったりしてたらこんな時間になっちゃったみたいな。しかも見ていただいて分かるんですけど、今はね雨でございまして、今はね一般的にね、こちらフィジーなんですけども、4月まで、3月までかな、雨季で、それ以降は寒季っていう風な感じだって、そんなになんかこう雨ね、降る時期でもないようなっていう風な事前情報をね、確認したと思うんですけども、あいにくの最終日雨でございまして、まあある意味ラッキーかもしれないですね。まあ今日はもう移動日になりますので、ここの日はね、雨でも全然ね、船が出ない、はい、欠航になったらやばいですけどね、ちょっと欠航になりそうで怖いなっていうふうに思うんですけど、とりあえずは今ね、チェックアウトしたいと思います。また総括で船でお話をしたいと思います。はい、チェックアウトなんですけど、こんな感じでポンチョももらいましたね。いやーすごい雨でございますけど、スーパーシュッ、あ、オッケー。というわけで雨でね、靴も抜けて、ビーチは靴で入ってあかんのかで、ね、まあ、とりあえずね脱いでみたいな感じで、はい、それでもうドタバタでこの船乗って感じですね。それでまた前回と同じように大きいちょっと船が来て、それにまたね乗るみたいな感じで、やっぱりここはそんな深くないんで、うん、すごい特殊なね手間なんですけども、そんな風なことでまあね移動してるって感じですね。そう考えると本当すごいですよね。ベッドとかでどうやって持ち込んでるのかなっていうような疑問があります。こういったところがね、この島あるのは奇跡だなっていうふうには個人的には思います。で、はい、こんな感じでもうスーツケースも濡れちゃってますね。意外とあっという間にね、フィージー本島のデナラウ、こちらにね、まあ、到着いたしました。タイはね、なんかいろんな島寄って行きよりも時間かかって1時間半ぐらいかかるんですけど、まあまあでも、ね、雨降ってたらちょっと船酔いが心配だったんですけど、全然大丈夫でした。サハリン行きの方がひどかったですね、稚内からいから。はい、というわけで到着です。とんでもない感じで荷物運ばれてます。これがあるなら高くてもね、納得かなっていうふうに思います。無事到着いたしました。まあ、荷物もねまだ受け取ってないんですけども、まあ受け取れるでしょう。というわけでね、まあ、フィジー のシェラトンホテル泊まってみた感想なんですけども、まあ、結構ねすごい飛行機乗ってからホテル行くまでがねすごい壮大な旅だったんで、おーみたいな感じだったんですけども、やっぱり行ってみるとね、シンプル離島だけあって海も綺麗でね、なかなかいい感じでございました。まあ、ぜひともね、まあ、新婚旅行でフィジー考えてる人は考えていただきたいですけども、まあ、もうちょっとでも1泊2万5000ぐらいなんでね、まあ新婚旅行となるとね、一緒に一度とかになると思いますので、新婚旅行だともうちょっといいとこに行ってもいいかもしれないです。まあ、というわけで私はまた、まあ、こちらの本当にあるマリオットにね泊まってみるんですけども、そこに関してはね最近またオープンしたらしくてね、うん、そういった風に聞いてるので、まあ、そこがどんな感じかってところですね。海が果たして離島とねどう違うのかっていうところね、やっぱりこう離島の方が綺麗であってほしいなっていう風には思うんですけどもね。でもね、ここの海も結構綺麗ですかね、今は雨ですけども。というわけでまあね、シェラトンただ3つありますので、ぜひともね、まあ、私はこの1つしか行ってない、島のトコリキ島のとこしか行ってないんですけども、まあもう1つのとこわかんないですけど、まあ同じような値段なんだね。まあでも言っちゃえば、まあ、同じようなランクの感じの、まあ、サービスを受けれるホテルなのかなっていう風には予想しております。まあ、この動画面白かった役に立ったっていう風に、ぜひとも高評価チャンネル登録お願いします。またツイッターインスタグラムブログやってます、フォローチェックしていただければ非常にです。まあ、こんな感じで今回私はフィジーのトコリキ島にあるシェラトンホテルに泊まってみたという動画でございました。それでは。